はい、こんにちは。今日はイーハースの民泊に常備している、ボードゲームの説明をしていきます。今日は、このキャット&チョコレートっていうについてお話ししていきます。今プレイヤー4人いるんですけど、必要なカードがですね、今回はこのカードを使います。まあ基本的に6人まで、6人、あの1人、3人か6人できるんで、追加でこういうカードもあるんですけど、まあ、今回この4人チームなので4枚使っていきます。基本的にこれはチーム分けになって、チームカードになってて、チームがキャットチームと、チョコレートチームの2種類あります。で、これは4人のチームにランダムに配ります。ランダムに配って、で、これはゲームの最後に結果発表で、使います。で、次に必要なカードが、この、何カードだ？山札ですね。これには、シチュエーションが書いてて、今回この豪華客船が沈みそうっていう風に書いてあるんですけど、これをどうやって解決するか、どうやってみんなが納得いく形で解決させるかっていうのがすごく重要になってきます。で、裏カードの裏には、この数字が書いてるんですけど、この数字の数、このアイテムカードを使います。初めに3枚ずつ配られてるんですけど、この3枚のカードを駆使して、この3枚のうち1枚のカードを駆使して、これを解決していこうって話ですね。例えば、まあ、この豪華客船が沈みそうって感じだったら、まあ、ちょっと東京で考えるんですけど、雪の女王が海を凍らせて解決しましたと。これでみんなが例えば納得できましたとどうだったら、このカードを1枚もこの山札を1枚もらいます。で、もし解決できなかったら、この山札は、捨て札に戻り、こっちのアイテムカードも捨て札になります。で、最後にこの山札からこのエンドカードができたらゲーム終了です。で、この時に何枚この山札ですねを持っているかが重要になってきて、で、この枚数が多いやつが多い人が、1番のプレイになるんですけど、それでさらにこのチームカードが重要になってきて、最後じゃあ最終的な判断でキャットチームの合計がチョコレートチームが良ければキャットチームの勝利、チョコレートチームの方が多ければチョコレートチームの勝利って形で、いろんな物語を作っていって、で、その物語にみんながこう納得し、解決できたら、そのカードをもらって自分のポイントを稼いでいくっていうゲームです。じゃあちょっと実演していきます。お願いします。スチームカードです。じゃあ行きますか。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こっちと俺弱っ。じゃんけん弱っ。